少し早いんですが到着いたしました。まだ19時なんですけどね。今のねぼったくりね見てきました。あの半額のね争奪戦でございました。クソあんなね腐ったねこのコップコベのね握りなんか食えません。私お口きれいですから、まあ、半額ね買いたい方買ったらいいんじゃないですか。あのマグロで見てきました。あれはね時間経過とね色が変色してまいりますよ。私は今日ね近鉄百貨店で大量にね牛の餌を購入してまいりました。まあねランチタイムね1500円のねあのマグロの握りね3パックで4500円ですよね。私はお口きれいんでねあの捨てるようなものね人間のねコープコーベのものは人間の食うものじゃありませんからね。タイのね大きな面を知ってね見てて分かりますよ。どことなくそれでね近鉄百貨店の商品ね販売以前にしておりましたから私はそれには驚きでした。まあ、本日ね大量に購入いたしまして少しねお披露目をいたしましょうか。私今日お酒飲んでおりません。あね買いたい方ね私以上にね買ってる方たくさんいらっしゃいますからね。私は今日朝早く来ました。あ疲れておりません。まあいろいろね久野明子さんのね悲しいことをありましたが、私本日ねダブルで購入いたしました。こちらのマグロですがね6675円でございます。これねこの柵が2個買いましてね基本実は私はね、2個お願いしますのことで。こちらがね、5310円です。あの、今見てきましたけどね、このぼったくりのね、トロと比較になりません。比較対象になりません。あんなものはね、人間の雲じゃありませんからね。私以前ね、買いましたけど、すべてね、お刺身、コープコバで買ったお刺身、すべてね、捨てました。無駄金でございます。無駄金ね、使うならね、家でざんまい食ってたらいいんです。まだ十分これ持ちますからね。天然でございます。これがね、メインの買い物なんですけどね。こちらにね、こちらが伊勢海老でございます。少し見えませんけどね、消費者の生の伊勢海老です。1万2000円でございます。こちらね、その代わりに私はね今月ほとんどね家からね外出しておりません。無駄金でございます。私はね神戸でね買わないとは言い切りませんけどね、クソコープコムのねまずいようなものはね私買いません。人間の食うものじゃありませんからね。私は捨てましたから。これ明日までね、明日まで十分です。私はね、値段のことをね、言わずね、いいのを選んでください。まあ、これね、少し溶けておりますけど。
持ち帰りたい。まあ、買いたい方はね、買えばいいんじゃないでしょうか。ね、あの帰りにね、もう一度立ち寄りしまして、握り寿司ね、追加で購入いたしましょうか、どうしましょうか思いましたけどね。あの私の好みがありませんでしたからね、買いませんでした。あのコープコープね、高飛車商売やっておりますからね、こちらもね、組合員としても高飛車で、ね、あの対応いたします。まあ、買いたい方は ねどうせ神戸市にはね、元町の大丸かね、あの三宮の阪急デパートですからね、私はそんなところではね、金使いません、無駄です。神戸なんかね、衰退すればね、それはそれいいんじゃないですか。それはどこのね、今都市でもね、衰退はしておりますよ。もうそれは自然なことなんだって、どうしようもありませんから。一人のね、どうのこうの力でね、もうこればかりね、衰退するもね、発展するも、まあその時次第ですからね。そればかりはね、なんとも、ね、お話がね、することが不可能でございますからね。いろいろね、他にも買い物ありまして、まあ、久しぶりでね、楽しかったです。まあ、楽しくないの嘘ですよね。こんなコープコープで買っててもね、楽しくありませんからね。コープで買い物しても楽しくありませんから。締めてね、本日のね、近鉄百貨店のお買い上げでございますけどね、魔法のカードです。魔法のカードですよね。残高がね、あの買い物直前にね、10時の時点でね、トムの会の残高が15万3726件ありました。もう最後に買った本日最後に買った品物がね、紅茶です。紅茶買いましてね、残高が12万743円でございます。締めてでございます。本日の近鉄百貨店の買い物なんですが、約3万2000円でございます。実際そうです、3万2000円落として買いましょう。ですがね、私積み立てしておりましたからね、影響ありません。使うために積み立て金はありますからね、寝かすためにね、置いてるものじゃありませんから。まあ行きたい方ね、行けばよろしいんじゃないですか。私はね、こんな半額のね、握りね、見ましたけど買いません、欲しくありません。せっかくね、4500円のね、12貫4500円で食ったものがね、台無しでございますから。何回か以前ね、こんなことスーパーで行ったことありますが、買ったことありますけどね、やはりまずいです。まずいものはまずいです。独占のトロには勝てません、もちろんです。まあそれはね、その方のね、もっとたくさんね、買われる方がいらっしゃいますよ。それね、その人たちの自由なんでね、他人様のことね、羨む必要はありませんからね。電池がもうね、あとね、もう牛の正面ね、少し足りませんので、相変わらずコープ神戸ね、ぼったくり行きましてもね、態度大きいですから。
だから言いたいんですよ、神戸人近寄るな。本日ね、北海道店ありましたけどね、北海道来ましたからね、特にもうあの買いたいものはありませんでしたから、もう今日はねかなり混雑しておりましたし、もうあの経由せずにね帰りました。こっちのね北海道店のチラシなんで、ね、今これね ありますけどね、もうね北海道1ヶ月間もね来ましたら、特にね見ましてもあの欲しいとは思わないんでね、あのねよく聞くのは催事場でね旅行気分で、いやそれ私はそんな気分にはなれません。やはりね現地に行くのとね催事場でね物を買うのとは全然違います。ね、あの旅行割なんですけどね、いいですよね。できればね、利用したいですよね。ただ抗原検査が必要ですからね。私はワクチンは受けてありません。ああ犬でございます、犬でございます。ああ楽しかったですね。本日はこれにねタバコ吸いますと、あの味が変わります。せっかくのねお口きれいにしたのが台無しですから。本日どちらにしましても人のことをね羨ましがらずにね自ら行うことですよね。あの三宮でね無駄遣い使うなんてね、それでね行います。三宮でね何万って買うならね、あの結構な話じゃないですか。それは悪い話じゃないですよ、買われてる方。それをね、私が裏妬むのはそれは間違いです。明らかにいろんなことね使わないでね、それはご自身で調整ね行えばよろしいじゃないですか。風吹いてまいりました。まあね、ふとしたことで行く気持ちに、ね、なりまして、まあ、他のこともね、すべてのことが可能になりましたから、ね、それは申しません。ひんやりしてきましたね。
1枚、2枚着込んでおりますから。19時30分です、まだ。ではここまでといたします。帰ってからこれ茹でます。茹でてね、生で、明日までね、食べればいいんで、マグロまで。